ああ。オーケー。おお。いい構えやけど。ここで勝敗がつくっていうのはやっぱりなんかね。そうですね。やっぱ終盤にかけてだんだんこのパターのプレッシャーが。はい。はい。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はワッホーまっちゃんの日常さんとコラボ対決をしていきたいと思います。はい、皆さんご視聴のもと高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは今回も始めましょう。いや現在2打差。やった。ありがとうございます。サマホール到着しました。結構振り打たないと。3ヤードパー5。すいません、出しゃばりました。いやいやいや、もっともっと言ってくださいね。いや、ちょっと出番ないんで。いや、もう声でいきましょう、声で。あー、これ泥打ってきた。ちょっと泥、勝てないね。バンカーか。バンカー出ましたね。おー、あー、バンカーの上傾斜。まあでも、まずはセーフティーというか、ボールがコースにあるんで、ね、お仕事完了ですね。ちょっとやっぱ、まっちゃんに安心を与えるために先に行ってるんで、僕は。ドローヒッターの。ちょっとこれやばいですね。出ちゃいそうっす。さっそり出ちゃう。ちょっと僕の、さっそり。僕の持ち玉で出ちゃいそうですけど。さっそり出ちゃうよ。林から。ここはシチュエーション的にはいいドローの。うん、すいません、失礼します。うわ、オーケー、ナイスサソリ。いや、あれサソリじゃないか。あれサソリじゃないですか。あれ完璧ですかね。あれやばいっす。完璧っす。ありがとうございます。ナイス。噛み合ってるよ。ちょっと噛み合ってんな。いいですね。いいですね。マイゴルフどうした。行こうか。怒ってるの、怒ってるの。肩甲骨を外した。これは来るぞ。この肩甲骨外したら来るぞ。サソリ行こう。サソリなんだ。サソリなんだ。俺テーブやから頼む。もっと曲がってこい。あ、飛ぶな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 。ピチって言いましたね。大丈夫だよな。うん、斜面では止まってそうな。はい。相方、ちょっと苦しんでるんじゃないですか。苦しい。刺身か。この苦しさを乗り越えた時に見える景色が見たい。急にロマンチックなこと言う。このでも左すべすべやな。完璧。あー、すごい。ナイスショット。よし。ジングリッチングでいく。じゃあちょっとでかいかもしれないな。ギャップ打ち。いや、今のいいドライバー打つな。メジャーリーガー打ちになっちゃいましたね。ちょっと左手1本でどうしてもね、両手やと400飛んじゃうんで、はい、ちょっとね、やっぱそれやとね、インジキしたと思われないで、そうですね。まあ、フェードヒッター捕まった時は手離しちゃうよね。気持ち分かるよ。やりすぎたって思ったんですけどね。でもめっちゃいいとこだもんね。はい、しづらいよね、こういうロケーションは。ちょっとね、フェーダーのロケーションじゃないな。うん、はい、ああ、最高のショット。でも本当にキャリー290とか300ぐらい。そうですね、時はちゃんと行ってます。すごいね、なかなかやっぱり捕まるとこ人いないから。どうやって飛ばすんですか。いや、もう無理ですね。すぐりとやっぱ笑顔。でもまっちゃんは多分両方でした。両方で限界値。いやこっからですよ。やっぱりトレーニングウェイトとかも結構やってるんですか。いや、僕ね、一時やってたんですけど、もう、去年ぐらいからもうやっぱりやめたんです。やめたんですか。はい、で、なんか
やめた方がやっぱりゴルフの調子は全体的にこう、まあね、ずっと持ってきてるんで、うん、なんか自分の中でちょっと筋トレやるの早かったなっていうなんかちょっともうちょいこう自分のゴルフをね、ゴルフをしっかりこう動かないようにして、うん、これやっていうのを築き上げてから、まあ、筋トレでパワーアップした方がいいかなと思って。結構ね、あのトッププロでもトレーニングしてちょっと別調し崩したりする人もいるぐらいだもんね。そうですね、うん、これ逆に若さのボールの方が良さそうじゃないですか。僕のあの上の方がいいかな。いやこれ想像以上の左ドッグですね。あっち疲れたら多分見えないですよね。全然多分アイアンで刻む、はい、もう拾ってます右手前のバンカーは240僕はじゃあ19度のユーティリティで、まあ、ちょっとこう置きに行く感じですかね。はい、ちょっと厳しいですね。264ヤード。ありがとうございます。完璧じゃないですか。ありがとうございます。あ、なんか、うん、まあ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 フレアセーフティーよくわかった。こんなとこうまくいきましたね。まあちょっとカットマンだからね。すごいっすよ。僕はじゃあ U3 でいきたいと思います。 U3 で、 U3 OK、 ありがとうございます。キャットマン、ナイスフェアウェイ、フェアウェイキープ、ナイスフェアウェイ、さすが。いやもう下まで見せ場がないと。え、今回はちょっとわっちゃんこう見せ場をこけて撮ってみたいな。え前回はちょっと怪しかったですけど、爪痕残したいんですけどね。爪痕は大丈夫です。到着しましたって叩いてるんで自分の方ですよね、自分のチャンネルここでちょっとお願いしていいですか。じゃあセカンド、セカンド、セカンド支援到着です。あ、なんかそんなんでしたっけ。テンション上げないですね。ちょっと押さえてるんです。押さえないでいいっすよ220、はい、220ヤードです。220ヤード、まっちゃん風流行ってほしいですね。流行ってほしいな。20台よ、いい、来たよ、行った、めちゃくちゃいいボールです。行ったったらええやん、行ったったらええやん。いやー、ナイスショットです。これは完璧だ。あれキュート入った、入った、右のグラスバーが入ったじゃんいや完璧でしたけどね。右行ったんかな、あれ傾斜するとも右に傾斜が、なんかマウンドありそうっすね。マウンドありそうっすね。うん、三鉄で。ちょっと暗いな。出てもうかな。あ、うん、まあまあ。オッケー。狙っちゃいました。あ、うん、あ、僕はライト。ボンさんライト。よかった。イーグルありますね。ありますね。申し訳ないです。すいません。イーグル打っちゃいましたかね。はい。いなくなっちゃうから。僕らリードしてる。いいですね。いろんな方があるんですね。ペチッと行きたいね。ペチッ、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 ペチッとまで言うから。ここで聞いたらもうちょっと怪しい。あれ、なんかどこにあるかですよね、ボールがね。そうですよね。ペチッと言ったらもうここから全ホール UT になるって。UT やったらシャンクセンから。どんぐらいや、持てない。人が怖い。怖いんですか。怖いですね。もうほんまに怖くて、ほんまに20持ちたいんですよね。あ、そうなんですか。え、ユーティリティはいっぱい入れてるんですか。いや、1本もうめちゃくちゃやん、もうどっちなのよ、まあ、面白すぎるでしょ。これちゃうちゃう、あれ。いや、あれ多分普通にいいとこ持ってるんですよ、と思いますよ。いいとこあると思いますよ。だから俺ちょっと気抜いてんけど、
ト的に。マキト的にね。これワッコさんどうします？スタイルで。ライフ行くか。いや、フェアウェイの方がそれはいいんじゃないですか。フェアウェイの方がやっぱいいですか。疑問文。ようやく僕のブログが採用されるかな。緊張しますね。フェアウェイ、あれ、プレッシャー。力入りますね、これ。ね。いやざっくりしたらどうしよう。ほんまにほんまに力入ってる。フェアウェイでした。はい、採用ということで。マッコさんクラブ忘れました。自分だけ、自分だけです。どうぞ。何番ですか？ご自宅もらっていいですか？はい、マッコさん82ヤードです。ありがとうございます。僕82ヤードが一番中途半端なんですよ。58だと あ、言い訳ですか？もしかして一応俺のところ行ってよかったよ。あ、もしかして言い訳じゃないですよね。で、これ今作戦。じゃあ僕から行きますよ。僕からまあまあいいとこつければ、はい、ちょっとプレッシャーなくなりますもんね。楽に。優しい。優しい。82? 優しい。82です。58度。うまい。うまっ。おぉ、ナイスショー。まあまあ。ちょっと気楽になりました。58度でそうだ、ね、しっかりめに打っても多分オーバー大丈夫ですよ。しないんじゃないかなと思うので、うん、58度でいきたいと思います。はい、はい、うまいよ。おー、ナイス。よいしょ。よりは思ってるかな。ナイス。おはようございます。ナイフォンじゃないですか。おあえて意外とそうよ、うん、これは多分いけるね。これ置いてるよ。これ入れたい。欲望の塊やな俺な。さあ2オン成功。ボンタンボン対応1位マークですね、後方に。もう分かるかさ。そうだな。ゴー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 。あー、ナイスタッチ。ナイスタッチ。もうほぼほぼ分からなかった。ちょっとスライスか。ナイス。ナイス。すいません。ナイスナイス。このターンだ。ここでもマックスだ。お先です。ぞ。ナイスバーディー。ありがとうございます。返さないと。いいですね。プレッシャーかけてましたね、これ。ちょっと待ってね。いや、まっすぐだね。まっすぐですか。うん。そうですね。いやでも新鮮な高いパターン。OK。はい。しっかりお願いします。まっすぐどかないと思いますよ。そうですね。はい。ああナイス。もうでかいなこれが。ちょっと見た。若干ですね。そうだよね。はい。もうマークがないのですいません。あ、マークね。ある。ここで、はい、ここですね。きっちり入れ替えす。あ、結構右行くね。結構右行きますね。ナイスワイ。ナイスワイ。ありがとうございます。いやー、ここは。いやー、素晴らしいパーで。はい。いや、ナイスバーディーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。1打差。いやー、いい勝負だな。よし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 。そうですね。褒めたよ。なんかプレッシャー感じますね。あー、いいっすね。追い上げられるといいっすね。まあこれ作戦なんですけどね、全部こっちのね。そうですね。はい、そいつですか。まあ、2人作戦通り、2人ちゃんとね、先のバーディーラブバーディーで来てくれたんでね。ちょっとマッコさん早いなと思ったんですよ。そうですよ。え、バーディー早い段階で、早い段階で言ってもらいました。これからですから。はい、うん。じゃあ次のホール行きましょうか。4番ホール到着です。
318ヤードパー4はい、ということでえ、なんかさっきよりみんなでフォーって言ってた、もうあのそういうチャンネルじゃない違う、真面目なもう邪魔扱いっすよ扱いやらせといて誰も乗ってこいこれ動画始まる前もう眠めっちゃ静かだったよねめっちゃ静かだったのにもう後半始まって3、4ホール目一番眠いです血糖値上がってねじゃあスプーンでスプーンでとてもそう短いけどそれは聞いてないいやプレッシャーかかりますねかかるね右行けんじゃんあそこコン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 コロコロコロコン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 心配大丈夫ですか心配写真が今の滑り方から心配ですちょっと心配滑るの僕だけでいいんですけどねバッタだけでいいですかいやでもまあ行けるかちょっとね、満振りする予定やったんですけど、はい、ちょっと予定変更で。わあ、わあ、スティンガー。オッケー。ちょっと低すぎたな。あります。何落ちるんかなと思って。もうそのまま木に巻き込まれてザザっていくかもしれない。じゃあちょっとこの辺でね、わっしゃ。ねえ、まっちゃんお願いしますおピンまで300ヤードぐらいですからねあちょうど60手前ですねあんまり240ですかはぁーええー、球ありがとうございますこれがフェードっすか、まあ、安心してやつはミスイングフェードいいねフェード安心して言ってもらえればねまっちゃんにはやってよろしいでしょうかやってください右のバンカーからドロー爪痕残してあ右のバンカーってのはあの手前のバンカーですよねあ、わかりました手前のバンカーからドローでバンカーからフェードまっすぐボンちゃんの見たからじゃない？いやちょっとあの球はちょっとひどい球だったじゃないですか。言うよね。怒るでほんまに。怒るでお前。ほんまに。ほんまにあかんぞ。血が沸騰してますね。血がだいぶね。いや僕はもう関西の方と一緒にいると。関西弁めちゃくちゃ映るんでいやそうですよね、うん、急になんかもう僕分かんないけど出ちゃうんだよね、うん、和光さんもともと若いもん、ね、そう和歌山で19までいたんでもうでも千葉にいるのも16年ぐらいなるほど同じぐらいになりましたねハーフハーフですねハーフ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 、はい、だからまあどっちでもいけるんだどっちでもいけますねあ、左ボールありますよ。ボールじゃ大丈夫や。あれで行きます。あれで、ありがとうございます。ありがとうございます。入って勝ちを確信してるような振る舞いやな。はい、これいいですね。ちょうどいいです。ここで一発こう一発かましたですね。一発かましたですね。さすみさんが。あ、僕がすか。僕がすか。さすみさん、あの今日は僕に頼らずあのバシバシ行っちゃってください。一人で突っ走りましょうか。一人で。え、さすがには俺のはね、そこちょっと落ちたところなんですいやここは欲しいあ、それ超えてくれば72、あー56度で飛ぶもんな、これイーグル欲しいな、これイーグル欲しいねもうちょい前行けあー、手前から転がす作戦ねあ、打ってないあの映らないような自分のチャンネルでも映らない
されるか自分のチャンネルになっちゃった僕たち寄りになってきてますねもうそっちに引っ越し準備始めてますねあら遺跡60度目よっしゃつま先上がりがったのつま先下がり両方あったな、うん、ちゃうか今何の間に44っすねピンまで44 58度、まあ、どう攻めた方がいいかな、まあ、40ヤードキャリーボールだけ取るそうですねこの山から44ねおぉ惜しいイメージ通りしたねそうですボールだけね、うん、はいあっちょっともうあそこまで打たれるとちょっとグリーンカタカタ入ってた、うん、行きましょうか44ヤード58度で頑張りたいと思いますあれ奥からしか入らないよもうそれかワンバウンドでこれワンバウンドで超えていくからあのボールだけどけないでちょっとカツンつって泥目でねはい右から、うん、行きたいと思いますゴルフ場に優しいプロの2人とまあいい感じに打てるライト距離でしたよねそうですねうんイージーだったねイージーやばいイージーそうですイージー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 ちょっとまだ若干距離ありましたねまあそうだねあと差し水も踏んじゃうからナイスマッチして横にマッチかはいいやー一番いい距離やな何に対していい距離なのかあ、やっと僕に対してこっから出されてたら100発打っても入らないんでこれは入るそれは曲がるのかしっかり打ち切ってきたね攻めてきましたねあ、目がね、上からこう遅いってもんじゃんめっちゃ切れるのか、目がああ、あれ目やったんすね。目ですよ。何回目やねん。宝探しじゃないから。宝探しかと思う。目あるんやな、やっぱ。目がね。多分もうちょいで入る。もうちょい入る。もうちょい。あ、入った。ナイス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 。ありがとうございます。マジ。ありがとうございます。助かりました。やったな。いやー、また2打差。ワンコーさんしか動いてない。いやマイゴルフあるあるやな、他チャンネルが伸び伸びするっていうなんでなんですかね伸び伸びしますからね、もう大体伸び伸びしますよいや、気持ちよくやらせていただいてますいや、こう、やっぱいい僕らね、そうなんいい人なんでしょうね、うん、自分で言うのもなんですけどやっぱそれを皆さん分かってますよね、こう見てくれてる皆さん、ね、そうですねやりにくかったっすね、前半あーそうですね、前半だけ苦しめられましたね飛んでましたけどね初めて見ました、飛んでるところをボンちゃん飛んでる初めて見た多摩の史上初です史上初飛んでた初めて飛んだんですね初めて飛びました2打差ですよまたやっちゃったな僕たちは今7アンダーまでおお7アンダーですか後半3アンダーですもんねああそうですかはい無我夢中ですごいスコアなすごいですねしかもまだまだでしょまたなんかやった今のホールとか今のホールですかうんよっカットされてますね。カットされた。はい。そうか。で和子さん手打つじゃないですか。うん。カット。
で、また僕出てないですよ。まあでもやっぱまっちゃんがいるから安心して出てるってありますから。もうやめてやめて。そういうキャラじゃないじゃないですか。ダンボーさん。やっぱり、やっぱり他チャンネルだこう。優しいな。出してね。ね、ちょっとね、ダメですよね。全部持ってかれますよ。持ってかれますね。もうこっちさんでもう全然ダメですよ、もう。今までボコボコにされてると思う。お前何やってんだよ。そうそう、もう。頑張れよ。一番後ろ席に寝てるから俺もさ。動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ワッホーまっちゃんの日常さんのチャンネルもぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。